エドちゃん、最後でございます。ということで、今日なんですけども、200万人突破することができました。ありがとうございます。これからも初心を忘れず、やっていきたいと思います。というわけで、今日は200万人記念で、自分へのご褒美じゃないんですけど、豪華なお刺身の盛り合わせを作って、食べていこうかなと思います。というわけで、早速、市場に行って、買い物に行きましょう。ういどうした、ちょっとね、買いに来た。200万人僕行ったじゃないですか。あ、おめでとうございます。ありがとうございます。それで、ご褒美じゃないんですけど、豪華なお刺身の盛り合わせを作ろうかなと、自分にね。自分にね。さあ、じゃあまずイクラはいるよな。イクラと1匹1800円、天然の。はい、これと、まあ、マグロも欲しいよねって感じで、マグロも買おう。これめっちゃいいな。貝柱分厚い、これもらおうかな。あ、決まった決まった決まった。おい、伊勢海老はいるよな、やっぱり。あそこら辺のちっちゃい伊勢海老もらおう。とりあえず買って帰りたいと思います。よいしょ。ただいま。ということで、本日の食材がこちら。たくさんの魚介たちっていうことでね、それではこちらをさばいていく。はい、改めまして、本日の食材がこちら。マダイ、伊勢海老、本マグロ、サーモン、甘エビ、ウニ、タイラガイ、トリガイっていうことでね、たくさんの魚介買ってまいりました。まあ、本当に今日は自分へのご褒美という回で、豪華なお刺身の盛り合わせ作っていきたいと思います。ご飯を食べながらなんとなく見るのもよし、作業 BGM としてなんとなく見てもらうのもよし、皆さんは好きな風にご覧ください。じゃあまず甘エビから剥いていきますね。甘エビは頭を残したまま剥いていきます。このように殻をくるくるっとこういう風に剥いていきます。もう一回いきますよ。 1,2,3 と外してくるんと、これを全部やっていきます。そうしましたら次こちら、タイをさばいていきます。タイはお頭付きで姿作りを作っていきたいと思いますので、頭ついたまま下ろしていきます。これ鱗は取ってありますので、まずはエラを抜いていきます。今日のこのタイが天然の愛知県産のタイですね。まずはエラを抜いていきます。はい、このようにエラが外し終わりましたら、背骨を切らないように包丁を入れていきます。こんな感じで内臓が見えてますよね。そしたら内臓を傷つけないように取り出していきます。特にニガ玉はね、潰さないように出していきます。今日は白子でしたね。この白子も天ぷらとかにするとめちゃくちゃ美味しい。はい、そしたらこのようにエラも内臓も取れましたら、3枚におろしていきます。で、姿作りにするときは、この尻尾のここ、すごく見栄え大事なので、切れ込みを最初からこういう風に入れておくといいですね。そうすると、ここの肉も残って、こう綺麗に見えるんですよね。若干もったいないなって気持ちはあるかもしれないんですけど、やっぱり見栄えがいいので、切れ込み入れてください。で、こっち側もこういう風に入れていきます。はい、こんな感じ。そうしましたら反対側向けて下ろしていきます。で、反対側向けて下ろすときなんですけど、コツとしてはこう頭がね、出っ張っちゃってこう下ろしにくいんですよ、どうしてもね。なんで頭をまな板の下に下ろして、こういう感じにするんですよ。そうするととっても下ろしやすい、こういう風に。これ徐々に徐々に下ろしていきます。はい、こんな感じですね。そうしたらここ土台で使うんですけど、こう背びれをねピンと立てたいんですよ。その場合はここのヒレに尖ったヒレがあるんですよ。これを1個落とします。これ、そしたらこれを背びれの2番目ぐらいのところに斜めに差し込むんですよ。そうするとほら、こういう風に立ったままで固定されるんですね。これちょっと裏技なんですけど、これをやると船盛りにした時に綺麗に見えます。そうしたら次はこちら、腹骨をすいていきます。で、こっち側も腹骨をすいていきます。血合い骨を取っていきます。皮を拭いていきます。天然の鯛はね、皮が薄いので難しいです。よいしょ。はい、こんな感じですね。まあ、同様に引いていきます。よいしょ。はい、こんな感じ。腹の方も一緒。
はい、こんな感じ。今日調子いいな。あ、これうまくいった。はい、こんな感じですね。これでタイの仕込みの完成。そうしましたら次はこちら、伊勢エビをさばいていきたいと思います。これで1匹だいたい4000円しました。両サイドに入れまして、お腹側も入れます。で、グリンと回して身を取り出します。こういう形ですね。そしたらこの2本足が出てるんですけど、これを切り離します。これを切り離すことによって立つようになります。で、これだけだと不安定なので、大根のこういう先っぽでさらに固定します。こんな感じ。そうすると完璧に立ちますんでね。そうしたら次はこちら、尻尾ですね。尻尾はこうあるところの両サイドに包丁を入れます。こっち側と、で、さらにこっち側にも入れていきます。で、ここの薄皮を外していきます。そしたらこっちの身も外していきます。はい、こういう感じですね。そうしたら引っ張ります。はい、これで綺麗に剥くことができました。これ伊勢エビのさばきの完成。はい、そうしましたらこのように具材が揃いました。そしたらまずここにタイを持っていきたいから、まず大根、大根で土台を作ります。こういう感じですね。それをここに置いていきます。よし。んで、次にツマを持って、ここにツマを盛り付けます。で、そこにすだれをかけます。で、ここのすだれの上に平ら貝、これを盛り付けていきます。平ら貝だけだと味気のないんで、レモン、これも一緒に盛り付けます。レモンを半分に切ります。で、平ら貝を切っていきます。で、ここに大葉を1、2、3枚置きます。平ら貝、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 平ら貝で、レモンを3枚置きます。で、次はこちら、出ました、伊勢エビ。伊勢エビをここに持ってきます。で、ここに殻を置きます。で、網を置いて、で、ここに伊勢エビの切り身ぶつ切りにして乗せていきます。で、ここで隙間が空いてるので、ここにおごどりを乗せていきます。そして、ここにツマを置いて、次はいよいよ出ました、タイを切りつけていきます。ひだ切りいきます。もう一丁タイ切りつけていきます。ここに大葉を置きます。マグロ切っていきます。大葉を置いて、鶏貝、レモンをかまします。サーモン切っていきます。薄切りでいきます。
もうここからは本当あるもので埋めていくっていう作業ですね。赤と坂置いていきます。で次こちらウニですね。ウニをどこに置くのかといったら、タイのこの尻尾あたりの思いっきり高さを上げてここに置きます。そうしたらあとここが空いてるので、ここに甘エビをふんだんに敷き詰めていきます。でこちらもみじですね、取ってまいりました。このもみじをやかましくない程度に置いていきます。それがいい味を出していきます。でみょうが、でみょうがもここら辺に刺していきます。で仕上げはパセリ、目立つところにパセリを刺して緑で埋めていきます。こんな感じでよろしいでしょう。これで僕の200万人記念のお刺身の盛り合わせの完成。はい、じゃあ完成、いただきます。よっしゃ、食べていこう。いやー、終わった。正直自分的にはね、仕上がりは、まあ、40点ってとこっすね。早く食べたい。まずはこちら、マグロいただきます。マグロがうまそう。いただきます。これ本マグロですからね。あー、美味しい。ビールもしくは白米飲みたい。次はこちら、伊勢海老をいただきたいと思います。醤油につけて、いただきます。うめぇ。結構いろんな伊勢海老食べてきましたけど、やっぱりこのオーソドックスな赤色のこの伊勢海老、これが一番美味しいですね。次はこちら、平貝いただきたいと思います。こちらを醤油つけていただきます。キャンディーぐらい甘い。でこちら今が旬の鶏貝いただきます。うわ、この心地いい歯ごたえと口の中いっぱい広がるこの何とも言えない甘み、これは鶏貝ならではなんですよね。そうときましたら次はこちら、マダイですよね。朝まで生きてた天然のマダイ、お醤油につけていただきます。ベリーナイス。まあ美味しいですよね。次はこちら、甘エビちゃん、醤油にたっぷりつけていただきます。うまエビ、ちょいすべり、いいんです、お祝いですから。最後こちらウニをがっつりといただいていきましょうか。ちょっと醤油つけます。いただきます。うまい。はい、ということで今日はこちらの超豪華お刺身の盛り合わせときましたら、お飲み物こちらでいっていきたいと思います。せーの、でんギーノのやつ。最近僕ほんとね、お酒が過ぎてるので、たまにはね、フリでいきましょう。はい、こちら7対3ということでいただきます。うわ、来年は300万目指して頑張っていきたいと思います。それじゃゆっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで今日は200万記念で自分にご褒美でお刺身の盛り合わせを作って食べてみましたけども、とっても美味しい盛り合わせでした。そんなにね、気を張らず300万人400万人いけたらいいなぐらいの感じで、今後とも動画投稿を気まぐれに続けていきますので、応援よろしくお願いいたします。というわけで今日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。